さあ今日のインチガチャは中東部の概念を壊しかねないポテンシャルを秘めた何でもナンバーワン馬娘ダイワスカーレット。早速サポートメンバーの紹介です。1人目、史実ではスカーレットのお父さん、わずか4度の戦いで神話になった幻の三冠馬の代表格アグネスタキオン。2人目、育成ストーリー並びに水着イベントで交流があったわがままお嬢様馬娘スイープ東証。3人目、スカーレットが尊敬する先輩で生徒会副会長を務める女帝エアグルーヴ。4人目、こちらもスカーレットが尊敬する先輩、一コマでスカーレットに褒められて尻尾ブンブンしてた可愛い馬娘メジロドーベル。5人目、現在連載している漫画版の馬娘シンデレラグレイですが、その他にももう一つスターティングゲートという漫画がございます。その中にねスカーレットとオッカに焦点を当てたストーリーがあるんですけど、そこに出てきた彼女のインパクトが強すぎて今回入れました。それがこの馬娘アグネスデジタル。これはねもうスターティングゲート見てください。いや見ろ。そしてラスト6人目は今名前が挙がったこの馬娘、スカーレットの永遠のライバル、教授の宿敵ウォッカ。今回はこの6名にサポートをしてもらいました。ありがとう。さあ育成の方ですけれども、先行か逃げかで結構迷いましたね。スカーレットのスキル的には先行で行くのが正しいと思うんですけど、育成している時にスピードに物足りなさを感じてきて、これ先行のままで行くとラストスパート伸びなさそうだなと判断したんで、もう逃げてもらうことにしました。青春メンバーの仕上がりはこんな感じ。A はいないんですけれども、まあオール B ということで、平均的な仕上がりになってます。ただねマンハッタンカフェがね、これ4ステマックス行ってるんだけど B だったんですよ。まあ、スタミナがあとちょっとあれば A だったんかな。多分これ A よりの B ですよね。そして今回もね、田綱さんの評価オール20丸だったんだけど、青春杯決勝の結果が3勝2敗だったんですよね。そして今回嬉しいことにね、 URA の決勝で初の2番人気になりました。だいたいね普通の育成とかしててもリトルココンとビターグラッセが1番2番を取って、自分の育成馬娘は最大でも3番人気っていうのがいつもだったんですけど、今回のダスカー2番人気に選ばれまして、で、今回 URA 決勝の様子を限定公開しているので、もし見たい方いらっしゃったら概要欄にあるリンクから覗いてみてください。よろしくお願いします。それではインシの方を見ていきましょう。さあ今回は根性以外星サングル可能性ありますからね、これは期待ができますよ。さあまず評価は文句なしの A、 しかももうちょいで A プラス、素晴らしい。さあ因子どうでしょう。はい、また明日。